石光使って縦へのボールうまく抜けた、一塁折り返せるか、中に入れてきましたがシュート打っていく、バウンド変わって最後は石光、先制は京都サッカー FC、 起用に応えました石光です。4試合ぶりのスタメンの石光、ミドルレンジからのシュートでこれで1対0。いやここで一味がしっかり粘ってクロスを上げてこぼれ球を石光ですか、はい、ドライブのかかったいいシュートだったですね、まあ、鈴木も体張って守りに行って最後はちょっとフリックしてしまったでしょうか、まあ、勢いがありましたんでね、このシュートに